先生でしたら、私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえな奴にも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。